わしの名はアリストテレス。万学の祖と呼ばれておる。今回は植物の力をエネルギー源としたエンジン開発に取り組んでいる人物たちを紹介するぞ。ここは崇城大学工学部機械工学科、斉藤教授と内田准教授が取り組んでいるのが植物の力をエネルギー源としたエンジン開発だそうじゃ。一体どんな研究なんじゃ？現在我々の生活は、石油資源の大量消費によって支えられております。本研究ではこの石油に代わる代替燃料として資源の中で再生可能な植物由来のアルコールをエネルギー源とした再生循環型可能なエネルギーシステムの構築を目指しています。世界の流通の約9割を担う大型トラック、大型運搬船等につきましてはディーゼルエンジンが主に用いられております。これらの機器に対して幅広く利用できるような高効率なディーゼル型のアルコールエンジン、この開発を進めております。ディーゼルエンジンはこのシリンダーの中に空気を閉じ込めまして、このピストンで空気をギュッと圧縮していきますと、非常に高温で高圧な状況がここに出来上がります。その状況下に燃料をヘアスプレーのように霧状で吹き込むことで自然に火がつくという自着火現象が生じます。これを利用してエネルギー変換をしているのがまさにディーゼルエンジンということになります。こういった中、試験管の中にただ今空気が入っている状態なんですけども、ここにちょっと綿のついたものをちょっと挿入して、ここの空気を瞬間的に圧縮します。こういう形で、今瞬間的に空気を押しつぶすと、この中に今あった綿が自然に火がついて燃えたという状況なんですけども、これを利用しています。アルコールに関しましてはこの自着火が非常に起きづらい燃料として知られておって、そのためまだ未だに実用化には至っていないのが現状です。ですので本研究では実際にこのアルコールがなぜこうやって火がつきづらいのか、もしくはどういう条件で自着火というのが生じるのか、こういったところの自着火の物理化学メカニズムを明確に解明することを一番の目的として研究を進めております。新たなエネルギーシステムを作り上げるための挑戦はこれからも続いていくのじゃな。今後ですけれども、特にですね、国際共同研究という形に発展させていきたいと。普及のですね、一つのキーワードはやはりそのバイオマスの生産力のある国、特に東南アジア、タイ、インドネシア、それからベトナムだとか国はですね、やっぱりエネルギー政策としてもう国策としてもバイオマス利用ということ、再生可能エネルギーということでですね、そこ着目して、研究開発を進めてますんで、そういったところとですね、共同してやっていきたいというふうに思ってます。やはりタッグを組んで、もっともっとこう実用化まで目指したところをしていきたいというのが一番の今の目標というところですね。ふむふむ。崇城大学工学部では学生たちのプロジェクトチームもあるそうじゃな。学生フォーミュラーという活動を行っておりまして、学生フォーミュラー活動はレーシングマシーンのフォーミュラーカー、これを一つの題材としまして、学生自身がチームを組んで1年間をかけてですね、企画から設計制作まで、これを要するに実践的にですね行いながら学ぶ課外活動として実施をしております。で毎年9月に全日本学生フォーミュラー大会というのが、この大会に本学も毎年出場参戦をしております。機械分野におきまして、ほとんどの研究分野においてはそれ専用のやっぱり実験装置を新たにやっぱり自分たちで開発しなきゃいけませんし、その実験を繰り返していって最終的にはその結果を分析解析することで最終的な結論を見出すという能力が要求されます。そういった能力を低学年のうちからものづくりの実践的な経験によって学生に身につけさせようとする教育そのものがこの活動の趣旨です。正直なところですね、この活動というのは1台の車を作りますんで非常に過酷です。ですけどもやっぱり反面、学生の成長というのはですね、この活動を通して目覚ましいものがあります。非常にやっぱり学生たちが生き生きと活動してくれますので、もう本当にそのやる気という面ではですね、私も非常に毎日その教育効果というのを実感している次第です。崇城大学工学部機械工学科の成長がますます楽しみじゃのう。